デスマッチりの中の検討は2018年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はティム・サトン、出演はジェイミー・ベルト・フランク・グリーロなど。フランク・ビルが2013年に上司した小説ドニー・ブルックを原作とし、どん底生活から抜け出すため、賞金10万ドルをかけた格闘技大会ドニー・ブルックに挑む男を描いている。 2018年9月に開催された第43回トロント国際映画祭で初上映された。元海兵隊員の R は妻と二人の子供たちと一緒にトレーラーパークで暮らしていた。R は家族にもっと良い暮らしをさせてやりたいと思っていたが腕っぷし以外に人より秀でているものはなく今までの生活を維持するのが精一杯であった。そんなある日、R は 優勝賞金10万ドルの乱闘大会が開催されるという情報を得た。アールは近所のガンショップから金を強奪し、その金で参加費を苦面することにした。アールが帰宅すると、そこには借金取りがいた。アンガスは麻薬の売人としても活動しており、両親のかけらもないことで知られていた。両者の間に険悪な雰囲気が漂ったが、ほどなくしてアンガスは、 家から出て行った。その後、アールは家族を連れて乱闘大会の会場へと向かった。アンガスがデディアと帰宅したところ、自宅は炎に包まれていた。火災を引き起こした料理人を殺した後、アンガスはビジネスパートナーのエルドンを訪ねた。アンガスはエルドンに金の無心をしたが、エルドンはそれを素っけなく断った。怒ったアンガスはデディアにエルドンの殺害を命じた。 デリアはエルドンからアンガスを殺せば君は自由になれると言われたが結局はアンガスの指示に従ったアンガスから罵倒されるばかりの日々にうんざりしたデリアは自殺したいという衝動に駆られたがあと一歩のところで踏みとどまったそしてデリアはアンガスを銃撃したデリアはアールの話を盗み聞きしており麻薬をカバンに詰め込んだ後乱闘大会の会場へ向かった その頃、何とか生きていたアンガスは、デディアに復讐すると、心に誓っており、偶然通りかかった車を強奪して、彼女の後を追う。カッコ内は日本語吹き替え2017年5月11日、バックアップメディアが、ティム・サットン監督の新作映画に出資すると、報じられた。10月17日、ジェイミー・ベル、フランク・グリロ、ジェームズ・バジデール、 マーガレット・クアリーの起用が発表された。23日、本作の主要撮影がオハイオ州のシンシナティで始まった。31日、アダム・バートリーとジェームズ・ランドリー・ヘバートがキャスト入りした。2018年5月1日、フィリップ・モスマンが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。2018年9月7日、本作は 第43回トロント国際映画祭でプレミア上映された。14日、IFC フィルムズが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。21日、ファンタスティックフェストで本作の上映が行われた。2019年1月25日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。2月15日、本作は全米80巻で限定公開され、 公開初週末に9800円ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場65位となった。本作に対する批評家からの評価は伸び悩んでいる。映画批評集積サイトのロッテントマトズには46件のレビューがあり、批評家支持率は39%、平均点は10点満点で5.5点となっている。サイト側による 批評家の見解の要約は、デスマッチ折りの中の検討が表現しようとしたものは、高尚なものであり、キャストには優れた俳優が起用されている。しかし、表層的なストーリーと強烈に過ぎる、暴力描写のために、同作の魅力は薄れてしまっている。となっている。また、メトクリティックには15件のレビューがあり、過重平均値は53、100となっている。ありがとうございます。